山の帝は珍しき御恩心平らかなりと聞こしめして、哀れにゆかしゅう思ほすに、各悩みたもうよしのみあれば、いかに物したもうべきにかと、御恩行いも乱れておぼしけり。山の帝っていうのは、もう、隠遁せられた、この世から出家せられた朱雀の院です。出産なすった三宮が、珍しくお産が無事であって、母子ともに健やかであるとお聞きになって、哀れにゆかしゅう思ほすに、しみじみと会いたいと思いなさるが、各悩みたもよしのみあれば、実はその後あんまりはかばかしく宮の様子がなくって、こんなふうに苦しんでいらっしゃるということだからして、一体どうしたものかと、御恩行いも乱れておぼしけり、仏へのお勤めも乱れがちで、我が子のことをお思いになっていらっしゃる。